1948年、豊田雅子は日本の随筆家、東京本所の貧しい職工の家に生まれ、四次で小学生時代を過ごした。小学4、5年生の頃、鈴木美恵吉の綴り方指導の影響を受けた、教師、大木健一郎らの指導で書いた作文が綴り方教室に収められて刊行されると、たちまちベストセラーになり、映画化もされ、 本人の朗読による朗読レコードも発売された。その頃、政子はすでに小学校を卒業して女校になっていたが、婦人公論に創作を発表、20歳を迎えた。戦時中には中国視察に派遣され、私の品気候清里を行くを発表した。1945年の東京大空襲では、弟を亡くす。戦後、日本共産党に入り、 年長の作家、エマ・オサムと、夫婦同然の暮らしを始める。1964年、自身の母を描いた長編、お雪を発表。中国共産党と対立する日本共産党と、決別し、文化大革命中の中国に渡り、1967年、文化倉井山の書を刊行する。だがその後、エマが、より若い音大生の天子コナオミと恋に落ちたため、 数と細々と宝飾店で働き、そこで戦後知っていた女優田村明子と再会し、その島でを描いた花の別れで1986年日本エッセイストクラブ賞受賞。その中で共産党は貧乏人の味方だと思っていたがそうではなかったと書いている。1989年、文壇人中国旅行を共にした高橋喜一郎によって、 豊田を描いたノンフィクション小説、鉛筆の花が刊行される。74歳を目前にした1996年10月には、自らが脳梗塞で倒れ、リハビリを受けながら、不自由な手で描いた、生かされた命リハビリを受けながらを発表した。2010年12月9日、閉塞性横断により、東京都内の病院で死去。88歳没、15歳の豊田タまさこ。 ありがとうございます。